Hi everyone, what's up? My name is Irene. Please call me Irechan. And it's time for Hello, Irechano. はい、今日も始まりました。Hello, Irechannel。改めまして、イレーネです。このコーナーでは短い時間ですぐに役立つワンポイント英会話を紹介していきます。恥ずかしがらずに Repeat after me。声に出して英語を楽しく身につけていきましょう。では、Hello, Irechannel。今回のワンポイントレッスンはこちら。I'm on my way. I'm on my way. はい、これはもうとても便利。今日からすぐ使える、そんな表現ですが、つい先日ですね、今日から公開になる、6月1日から公開になる映画デッドプール2の主演ライアン・レイノルズが日本に来日してまして、まあ、公開に先駆けてプロモーションイベントなんかにたくさん参加してました。私ライアン・レイノルズすごい好きでインスタグラムのアカウントとかもフォローしてるんですけど、来日するときにですね、彼がインスタに西郷隆盛像にデッドプール の, あの主演のデップーちゃん俺ちゃんがこう寄りかかってる写真をですねアップして、Hide your children on my way to Japan って、アップしてたんですね。 Hide your children というのは、まあ、冗談で子供たちを隠せ、デッドプールが来るぞというニュアンスなんですが、 on my way to Japan、 これは日本に今向かっていると、日本のファンたちに向けてメッセージを寄せてくれました。これ on my way というのは向かっている、今まさに向かっているという、そういう表現なんです。だから、例えば誰かと約束があって今向かってるよっていうふうに連絡したいとき I'm on my way ということができます。これいいですよね。あの LINE なんかでも今どこにいるの、連絡が来たとき今向かってると返事する、そういうときに I'm on my way、 そういうふうに言うことができます。まあちょっとした遅刻の言い訳にも使えますよね。もちろん自分自身に使うこともできるし、彼今向かってるよっていうこともできます。 He's on his way、 あるいは私たちも言えますね。私たち今向かってます。 We're on our way、 そういう風に少しずつ変えて使ってみてください。これ本当にシンプルです。今向かってます、結構使うでしょ。約束してる時は結構出てくる表現かなと思いますので、簡単な表現ぜひ覚えておいてください。では一緒に発音していきましょう。 I'm on my way. I'm on my way. ぜひ使ってみてください。バイバイ。 Hello! 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 Irei Channel!